確かにこれ連発の流れありますからね、ちょっと、うん、行きましょうか。どうなんだろう。来たー、来ると思った。なんか流れあるな、これ、ね、じゃあ行きますか。若い時の話ですよ、うんうん、まあやんちゃしてましたね、ちょっとやんちゃって、まあ、その喧嘩もそうなんですけど、はい、それはやっぱ女の子は大好きだよね、うん、やっぱりまあ誰しもが経験することだと思うんですけど、まあ自分の宮古島にね、連れてもらったことがあって、はい、当時若かったんですけど、まあ、スポンサーさんと当時のスポンサーさんが連れてくれはったんですよ、うん、で自分まあ女の子とね、そういうね、セックスしようみたいな、ほんでまあチンコ磨こうみたいな、チンコ若い時の話でしょ、チンコ出したんですよね、自分のチンコをちょっと遠慮させとかんと、うん、なるほどね、ね、はい、でチンコ見たんですよ、ほんならチンコじゃないか、なんかちょっとなんか出来物みたいなのできとったわけですよ、あら、あら、まあまあ、ね、カメで言ったら、その、うん、ちょっと、カメで言ったら、その、先頭らへんですね。うんうん。まあ、先頭の部分ね。その辺にね、もうちょっとね、はい、口の部分ぐらいに、はい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 、まあ、なんか、出来物ができてたんですよ。はいはい。これはやばいと。うん。これは、なんか、まあ、ヘルペスとか、うん、なんか、性病やって、はいはい、女の子に移したらやばいから、うん、これは女の子でけんなって、うん、で、スポンサーの辺にバーッ走ってたんですよ。うん、で見てもらおう思って、うん、スポンサー、ジャグジーにこうやって、あれやっとったんですよ。うん、で、社長言うて、社長すみませんって、まあ社長って言わないか、タイガーさんどうですか、タイガーさん、うん、タイガーさんって言って、まあ知ってくれはる人はいるんです、タイガーさんって社長がいて、うん、タイガーさん、ちょっと見てくださいよって、タイガーさんの目の前まで俺チンコ持って行って、めっちゃ詳しいぞ、そのタイガーさんの、そんな目の前まで持って行って、持って行って、まあこれは、分からんけど、精度ちゃうかみたいな、多分これヘルペスや、言うて、そのタイガーさんでも分かったんですよ、俺ヘルペスや、って、だから俺でも心配しとるんですよ、もう行かない、もう、本間の先生に見てもらえるようになって、うん、宮古島で調べたんですよ、うん、な宮古島に一機あって泌尿器科が、はいはい、で泌尿器科があって、うん、まあ、そういう性病とか担当じゃないですか、担当っていうか専門医、まあ、見てもらおうって行ったんですよ、うん、ほんならね、なんか入院室みたいなところ入れられて、はい、看護さんちょっと入院室みたいな入ってて、ね、うん、入院ベッドにこうやって俺寝てたんですよ、うん、チンコ見ながらよ、でもヘッペスですけど、ただなんかどっからすりむいたんちゃうんすかみたいなこと言ってて、うん、で、そのタイガーさんも、いや、まあ、それはヘッペスやってみたいな感じでって、うん、わー、いいわ、わーと思って、なら、ほんまにね、リアルにね、20分後ぐらいですよ、来はったんですよ、先生がこう、虫眼鏡持って、うん、で、先生が来はってね、おじいちゃんですよ、うん、で、看護婦さんとね、その先生ずっと自分のね、ちょっと貸してもらっていいですかまあ、自分のね、まあ自分のゴール、これですよ、はいはいはい、これをね、ずーっとこないしてくるんですよ、ほんまに確かにずーっとこないしてくるめくらんと分からへんからね、ずーっとずーっとこうやって、もうずーっとこうやって見てください、ほんまに、うん、5分ぐらいですね、うん、5分ぐらいずーっと見て、うん、俺もこれ、先生何すかって5分ぐらい見て、わかんないって言ったおいおい専門家ですから分かんないんだよ。で、まあ、大阪帰って、ちょっと見てもらって、うん、って、大阪行って、専門家行って、もうちょろっとね、うん、ちょろっと治ったんですかね。まあまあ、ちょろっとした出来事もあるんですけど、まあまあまあ、そういう若気のイタリアに、なるほどね。ね、はい、よし。もう俺やばい。いや、これでもやばいな。来ないのもね、あれですよね。そうですね、なんか確かにね、ただのもうね、座ってるだけの。ずっとこう、はい、もんもんした感じありますよね。はい、ねえ、来ないですよね。いや、来ないですよ。いきますね、あっちサイド来ないね。いや、ちょっと相談やってくれないでしょ。俺緊張してきました。いやー、もうちょっと怖いなぁ。あ、すいません。いきます。はい。おぉ、やったやったやったー、うわー、これ逆にハードル高くなりますよね。やめてくださいよ、そういうこと言うの。僕言ったら、もう、なんすか、芸人の中でこう、ナンバーワンじゃない方芸人ってよく言われてるんですよ。ああ、どういうことですか。まあ、アントニーじゃない方、はいはい、もしくは、まあ、天狼じゃない方、あ、まあ、アントニーが目立ちすぎて僕が、まあ、言ったじゃない方芸人っていうことで、そのテレビでアントニーの相方誰も知らない説やられたりとかで、本当吉本って劇場の前に、今はちょっとこういう期間なんでいないんですけど、普段普通の時は一番1年目の後輩が呼び込みとかしてるんですね。ライブどうですかみたいな。ああ、分かる、俺行ったことある、それでお笑い部行くやつかやってるじゃないですか、はいはい、であれってなんかあるあるなんですけど、
その芸人の人が声かけられちゃうみたいな。先輩のことを1年目だから分かってなくて、今日笑いライブありますよ、いや俺芸人だわみたいな。これの最上級僕叩き出してて、はい、あの僕歩いてたら今日お笑いライブありますよって言われて、あ、こんな感じかと思って、そしたら今日マテンローさん出ますよって俺言われて、俺マテンローさんですよ日本で一番悲しいツッコミしてる、まあ、これはでも、はい、僕しか被害は受けてないんですけど、はい、僕がじゃない方芸人すぎて一回あの他の人も迷惑かけちゃったことがあって、はい、僕あのなこともう 10年はですね、7年前ぐらいにあの三重の方に営業に行ったんですよ、うん、で営業でイオンモールの営業で、あのイオンモールの営業ってあのステージがこうイオンの中にあるんで、そのどうしてもお客さんの歩くとこを通ってそのステージの方まで行かなきゃいけないんですよ。その間にお客さんとこう会っちゃうんで、なんか警備員の人がこうボディーガードみたいについてくれることがあるんですよ。でその時ついたボディーガードの人が本当にもう70歳ぐらいのおじいちゃんで、いやもうアントニーの方が強いじゃんとか思いながら、お前が何アントニーのこと守んだよとか思いながらまあでもまあその人多分お笑いをそんなに見ないタイプの、まあまあ70歳ぐらいで見ないから、でもちろん僕らのことも知らないだろうし、でまあ僕らこうライブやって終わって、さあじゃあそこ戻ります、お客さんの前に通りますね、見てたお客さんもいるんで、その後触れ合えるのでバーって来ちゃうんですよ。多分それでおじいちゃんは警備員はこのアントニーと俺の2択で俺の方を選んだんですよ。どっちが人気あるだろう、こっちかなっつってで、おじいちゃんが僕の肩掴んで、はい、行きましょうっつってで、こう掴みながら2人でおじいちゃんが演者取ります、演者さん取りますって言うんですけど誰も集まってこないんですみんなアントニーこれブワーって行くんですよだから本当、俺とおじいちゃんの警備員の2人でコントしてる2人で誰も寄ってこないのに取ります取りますってやっててさすがに俺も恥ずかしいしアントニーに行ってもらわないと困るし、はい、でもおじいちゃん警備員もおじいちゃん警備員自分で行った手前、はい、自分から向こう行くのはちょっとみたいな、はい、ちょっとチラチラこうやって見てるんですよ、はい、で、まあ、これはもう俺行ってあげなきゃいけないなと思って、俺が僕大丈夫なんで、あの向こうの方行ってあげてくださいって言ったら、多分そのおじいちゃんよりもなんかこういろいろこう思いが、はい、申し訳ない気持ちとか、うん、なんかあ、俺こっちじゃなかった、はい、あっち最初に行けばよかった、うん、なんで俺知らないだろう、わーって多分なったでしょうね、片付けないっつってそっちに出したんですよ、忍者かお前忍者じゃないんだからっていうので、ちょっとおじいちゃんにも嫌な思いさせてしまったという、あー、俺はやばいわあ、切ないなそれ切ないっすよ、ほんと、まあ、若干重い話でもあるあ、そうなんですよ重いも出れるっすね、あー、早くおもんないわ、言いたいわかなりなんか、次自分来たらめちゃめちゃハードル上がってやばいっすね、これ緊張するわ、いやー、うん、今んとこ負けなし、いいっすね、でも誰も負けてない、はい、いきますね、自分出しますね、出すね、ここで今喋ってないのはジンだけなんで、まあ、ちょっとね、ジンの話をします、おまあジンね、すっごく仲間思い、ほんま仲間思いなんです、うん、こいつまあ、例えば、まあ、自分の試合負けるときは一緒に泣いてくれたり、もうほんまにもう酒飲ましたらすぐ泣くし、もうほんまにこう仲間思いなんですよ、うん、で、彼若い時にね、まだ自分らは関西出身なんで、うん、自分は大阪で兵庫の奥のちょっと田舎の方でね、で、まあやんちゃやったんですよ、で、まあこの友達、後輩がいる、後輩じゃ連れがいるんですよ、で、その連れとね、自分らの地方から東京で成り上がりたいっていうことでよく東京に試合行ってたんで、で、東京で試合、陣の先輩が東京で試合やったんです、で、それを応援に陣はその友達と二人で兵庫県からこっちに出てきて、で、歩いてたんですよ、ほんならちょっとやんちゃなやつが向こうから歩いてきたらしいんですよね、うん、ほんで、で、個人も生きてたんで、いじびったんで、こう喧嘩になったんですよ、うん、何見とんねんみたいなね、うん、で、バーッ喧嘩になって、で、もう、イケイケなんですよね、うん、イケイケやけど、もうその時、まあ10代なんで、うん、まあまあまあ、全然、今とかやったら大丈夫ですけど、うん、その時、その時ね、ガリガリですし、うん、でもイケイケなんですよ、で、友達もおるし、友達かばったら思って、うわ、行ったらしいんですよ、で、友達は、もうこんな知らない街で喧嘩いいよわと思って、ちょっともう顔を背けたらしいんですよ、ジンゴ、おるわ、早いじゃないよ、お前、ちょっと来いよ、行ったらしいんですよ、もう、
いわーと思って、その子もちょっとこっち見て、パッて見たら、ジン、失神してるやられてた。やられてた。で、まだあるぞ。で、うん、まあ失神するっていうから、相当なことされてるじゃないですか。で、まあまあ、それでもジン仲間思いの先輩の試合を行ったんですよね、その会場まで。はい、だ試合してないのに、ジンが医務室に連れて行かれて、言ったり、縫われたりしたいや、ほんまに大変でした。初めて東京出てきて、うん、はい、東京の宣伝を浴びたんだ。いやいや、今迷惑かけてるさ。そうなんですよ。応援行ったのに。僕、いろんな試合してきたんですけど、うん、試合で、切ったことないんですよ。これ顔に切り傷あるんですけど、うん、これ全部事故です。そういう喧嘩売られて、なるほどね、試合ではないの、ね、ないんです。そういうなこう仲間を見という話、ね、うん、いやー、いい話ね。はい、うん、素晴らしい。ちょっともうついたやばいですね。4つはもうすごいっすね。あ、わ、ね、かりました。じゃあ行きます。もう自分を出すつもりで。そうそうそう。おお、これは持ってる、これは持ってる、これは持ってる、すごい、ごめん決めとけよ。そうですね、じゃあまあこの滑らない話、田中主催ということで、うん、田中にまつわるちょっと話を、おお、ね、言われた男前で、うん、格闘家だから、そうなんです、格闘家で今すごいスターで、うん、女性ファンも多いし男性ファンも多い、うん、すごいじゃないですか、はいはい、そんな彼一つだけ欠点あります。右左分かりません。どういう、右左分かる。嘘ですよ。はい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 。これ小学校の子でも分かると思うんですけど、うん、そうですね。左、右、うん、分かるじゃないですか。分かります、分かるじゃないですか。はい、彼、分かりません。なんで2回言うの。これはね、はい、確かに言うと、うん、一緒に練習してる時があったんですよ、はいはい、で、まあ、試合前です。まあこう気持ちもね、うん、まあ自分ミット持ってたんですけど、はいはい、パッとこうやって見たらグローブ逆につけてました。そうそう。すいません。俺が言っちゃいました。笑笑自分で笑ってたよ。自分で笑って持ってるね。笑ってた。すいません。ほんまに、ね、冗談抜きでグローブ逆につけてました。入るの？入るの中ですよ。渋い顔してね。はい、気合い入れた顔して。試合前なんでね。真剣な表情して、よし、追い込むぞ、あれでグローブを反対につけたびっくりしました、まあ、そういう、はい、なるほど、面白い、なるほど、初心感謝忘れろとかクソやと、うん、だから生まれてきてきた気持ちを忘れてないだけですよ。いや違う違う、分かってたよ、違います、間違ってないから。俺来たやつよ、まあ、一回一回一回前で行きます、ね、じゃラスト3回行きます、3年間ラスト3回、よし、いきます、おお、ここで、でも連発になっちゃいますね。連発、連発なんで、うん、だどっちかが言ったら、僕に振ってますね。いや、ちょ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、いきます、じゃあ、いきます。おお、じゃあ、もう、いき、自分に行かせてください。はい、行く、行かせてください。そうなんですよ。だんだん刑事に見えてきた。すごい、今、圧がすごかったですね。聞いてください、じゃあ、すみません、なんか。じゃあ、自分ら格闘家なんで、はい、それでさっきのトレーニングの話もそうなんですけど、格闘技の、まあ、話になっちゃうんですけど、先輩、うん、自分たちの大先輩で、相田先輩なんですけど、めちゃくちゃ強くて、でもめちゃくちゃ熱い気持ちはあるんですよ。はい、絶対勝つ、そうじゃないですか、先輩なんで。で、まあ、一緒に練習してて、で、僕、東京上京してきた時に、初めての試合、その、移籍した初めての試合で、すごい気合い入ってたんですよ、うん、で、まあ、先輩めちゃくちゃ可愛がってもらって、はい、で、自分も試合前なんでバッて気合い入れてで、ミットボーって声出して追い込んでたんですよ、はい、だから普通だったらですよ、こっちも声出してガー持ってるから、あ、もっと打て、もっと来い、うん、勝つんやろみたいな感じだったんですよ、でもその時先輩に言われたのが、はい、こっち打って、はい、静かに、いや、これマジなんですよ。わー、そんなことだ。静かに。いや、これほんまマジです。もっと声が悪いんだ。ジンさん、静かに。
やばない、これはちょっと面白い、静かにはやばいやん。なんで静かにさせて、僕覚えてないんですよ。あ、それはですよ、うん、それはあの先輩はあの試合中とかでも、うん、自分はセコンドってあるじゃないですか、はい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 、自分は結構、うん、いけとか、うんうんうん、こう激しく言うタイプなんですけど、はいはい、先輩は常に周りに落ち着いて冷静なんですよ、うんうん、でもそういうところがあって、うん、あのほんまに耳障りやったんじゃん。めっちゃうるさかったでしょ、もう声入りすぎて。あんだけ静かに言ったのかな。いや、もうすごいね、やっぱ面白いですね。面白い、全然滑ってない、俺涙出てる。いや、おもろかった。いやいきますか、いきましょう。あと2ターン、あと2ターン、はい、緊張するな、緊張する。あ自分、めちゃくちゃソロなんですまあ、それは有名ですよね、はい、有名ソロ、ヤフーニュース乗るぐらいですね、はいはい、仲間内でめちゃくちゃソロっていうのがすごい自分あって、はい、まあ、それで自分が一番びっくりした話があって、うん、僕あの風俗連れてもらったんですよ、はいはい、昔、お世話になってる前で、初めてなんで、うん、あのどうしていいかわからなかったんです。で、マットブレーとベッドブレーあるってなった時に、はい、僕、あのベッドってまあ常にするじゃないですか、うんうん、あの普通に、はいはいはい、あの彼女とかと。でもマットプレーって何やと、うん、あったんで、僕マットプレーがいいですって言ったんです、うん、ならもう女性の方がもうわーやっこんですよ、はいはいはい、まあ、これは何やと、まずこっからですよ、うん、でまあいいわと思って待ってて、じゃあ、まずうつ伏せになってくださいって言われたんで、うん、僕マットの上でバッとうつ伏せになったんですよ、うん、だからその背中にですよ、うん、これをバッとかけられるわけですよ。でかけて女性が僕の背中でうわーうわーってこう体をスリスリしてるんですよ。じゃあ僕はマットに言うたら一物すればきれいです。確かに確かに。それで行っちゃったっす。何もまだ、はい、でも、まだ、でも一番ちゃんとしたマットプレイかもしれない。いや違う違う、マットで行ってるわけやから。からそういう意味じゃないですか、あのマットプレイ。そういう意味じゃないですか。マットの上でやるって。いや、ソロですごいコンプレックスそれもったいないなぁ。いやその後はもうそれで終了。はい、会話で終了です。はい、面白いですね。いやそういうエピソードがありました。よし、行きますか。はい、あと2ターン、あと2ターン、はい、さあ、おさよう、あどうぞ。ちょっとしたい話を、はい、しようかなと。したいで、またセックス。セックスじゃなくて、セックスじゃなくて。そう、さっきなんかサッカー部とかの話だったじゃないですか。僕野球部だったんですよ。で、高校も野球推薦で入って、まあ、すぐちょっと辞めちゃうんですけど、うん、そこの入った高校が結構昔ながらの高校で、でも先輩が後輩に殴ったり蹴ったりするみたいな。ああ、完全に取って社会だったんですね。本当月1とかにみんな呼び出されて、あのみんな一人ずつなんかお前この間こんなことしただろう、うん、いえしたっつってんだろ、いえしたっつってんだろみたいな、ぶん殴られるみたいな、うん、があったんですね。で僕はでもなんか自分っていうのもあるんですけど、野球ちょっと上手かったんで、うん、その学校の中では、うんうん、あん殴られたことほぼなかったんですよ。で僕唯一1回だけその集会で殴られたことがあって、でその原因を作ったのがあの同級生の塩野くんっていう子なんですけど、うん、その1年生塩野くんすごい真面目な子で、うん、野球もできるし勉強もできるみたいな子だったんですけど、うん、1個欠点があって、なんか喋り方が変なんですよ、うん、あの例えば先輩の前行く時とか監督の前行く時とか失礼しますって言うじゃないですか、うん、それがあの失礼しますって言うんですよ絶対に失礼しますお願いしますって言うんですよ、うん、滑舌が悪い、滑舌が悪くて、うん、で、なんか、あ、塩野くんこういう喋り方なんだなとか思いながら、まあ、まだそんな仲良く回ってないし、うん、なんかもうみんなそこも、なんかそんな突っ込まず滑舌悪いなぐらいで過ごしたんですけど、ある日集会呼ばれて、こう一人ずつまた、この間お前ボール拾ってなかっただろ、いえ、言ってんだろうが拾ってなかった、いえ、拾ってなかった、いえ、ちょっとあんて殴られるみたいな順番になってて、うん、そしたら、一個目の先輩で川原さんって呼ばれたんですよ、うん、で、この川原さんは、すごい野球うまくて、2年生で唯一3年生の中入ってレギュラーだった人なんですよ。で、科目でその何回もこの間集会でも一言も喋んないで、ただ一応いるだけみたいな、うんうん、
ただその雰囲気が逆に怖いみたいな、うん、まあそんな川原さんって人が塩野君の番組来た時に急に「おい」って言ったんです。で「おい」ってみんな「あの川原さんが怒ってる」と「お前さこの間俺に外で会った時無視したわ」って言ったんですよ、うん、そしたらもうこれって否定しなきゃいけないんですよ、うん、否定してでも否定するけど否定するまで殴られるわけですよ、うん、でも塩野君でも多分川原さんっていうカードがいきなり飛んできたんでビビっちゃって、うん、言えって言えばいいのに、してないでしゅって言ったんですよ、うん、でもその時点で俺らもうちょっとしてないでしゅって何言ってらってで、そしたらいや俺がしたっつってんだろしてないでしゅって言うんですよ、もう引けなくなってんですよ、してないでしゅだからで、まただからしたっつってんだろ、うん、してないでしゅって言うんですよ、で、最後もう変わるんですよ、もう真っ黒になって、だから俺がしたっつってんだろっつったらもう多分賭けに出たのかわかんないですけど、まずシューッシューッ顔真っ赤になって言い出したシューシュー言ってるみたいな気くんしゃみたいな、なんかこいつどうすんだろうと思ってシューッシューッシューしたんかいって思ってみんなそのシューッ大爆笑でみんなでお前ら笑ってんじゃねえってみんなボコボコにされてそこに骨殴られるっていうことがあいやーいいっすね終了ですね。今何言ってるかわかんないですけど。なんで無視したんですかね。いやでも多分本人は分かってないんですけど、うん、多分二択でもうしてないですって言ったら次行ったら殴られるって分かってたんで、もしかしたら認めたら殴られないんじゃないかって多分その葛藤がどっちもいるじゃないですか。してないでしょもうしましたもいけるから死んで二択の違う方選んだっていう。しましたって。絶対そこのおったら俺も。マジであんなに全員が笑ってる、もう全員笑ってましたね、全員笑って。いやーよし、いきます、ラスト。はい、おいいじゃないですか。でも俺ですね。はい、はい、じゃあまあ格闘技やってたんで、はい、その選手に関わる話なんですけど、僕、今の K1 の旗揚げの時に、旗揚げ戦の時にトーナメントでエントリーしたんです。65キロの初代王者決定トーナメントで出てて、決勝まで行けたんですよ、ね。で、決勝の相手っていうのが、そのデイオビラサクレックっていうタイ人。結局、僕そのゲイオと3回試合してるんですけど、3回負けてるんですよ。うん、嫌いなチャンピオンですもんね。で、結構縁がある。あって、まあ、今でもすごい仲良く連絡取り合ったりしてるんですけど、うん、で僕3年くらい前ですね、1回タイに行ったんですよ、1人で修行に、はい、で、まあ、その時にちょうどたまたまゲイオが向こうにいたんで、いろいろアテンドしてくれて、まあ、その前にもうみんなにタイはぼったくれるから気をつけろよみたいな話されて、うん、分かりました、でもまあゲイオとまあ一緒に行くんで多分大丈夫だと思いますって言って、で、まあ、練習したり、まあ、飯行ったりしてたんですけど、まあ、夜、ゲオが友達連れてその屋台でご飯食べて、あ、ご飯買って、その路上で、結構タイ人の路上でご飯食べるのが多くて、なんか椅子に座って、で、みんなでワイワイ、まあ、5人くらいで、まあ、お酒飲んだり食べたりしてたんですけど、急にゲオがむちゃくちゃ怒り出して、あ、ゲオってこんなに切れるのっていうくらいめちゃくちゃ怒鳴ったんですよ。で、怒鳴って相手がその屋台でその魚を売ってたんですよ、丸ごと、はいはいはい、で、そこのおばちゃんにすごい怒鳴り散らしてて、もう道路挟んだところにいるんですけど、もう車通ってるのに、それ越しからもうどんどん怒鳴ってて、まあ、最終的にその畳んで、その屋台にいたおばちゃんはその屋台畳んでどっか移動して行くくらいだったんですよ。へー、なんでそんな怒ってんだって言ったら、よくよく聞いたらぼったくられたって、お前がぼったくられたんだよ。ちょっと言うの、タイでぼったくられた。まあまあ気をつけろ、言うたら屋台の魚をぼったくられた。俺おもろい、おもろい、面白い。あるんや、現地人でもね。そんな引くくらい、切れる、引くくらい、引くほど切れるくらいぼったくられたのか。確かに、金額ね。半端ないな、すごいな。いやー誰も滑らんかったな、お前おもろないねんって言いたかったのに。
いや、すごいすごい、持ってるもんやね。激闘やったっすね。確かに。OK さ、はい、じゃあ僕がせーのって言ったら指さしてください。はい、はい、いきます。せーの。おお、やっぱそうだ、ジンや。まだすごいや、ジンくん。ありがとうございます。じゃあジンスくん刺した方は何のお話か。じゃあオートニーさんから。いや、もう完全に俺からいいですか。もう俺はもう完全にもうタイトル静かに。いやー、もうそうっすね。俺もそれで静かにっすね。いや、嬉しいですね。一番滑るって言われてた人間が、そう、第1回 MVP 取りましたから。いや、素晴らしい。すごい、ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。ってことはこれ、コージちゃんで僕レギュラー。そうっすね。え、あれこうなるんすか。じゃあ、あの、田中さんから。マジですか。マジですか。初代、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 初代 MVP、 初代 MVP でしょ。わー、おめでとうございます。ありが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 とうございます。早く内ポケット閉まって。こっち、見えるとこ、見えるとこに。マジですか。ハイライト。とりあえず初代 MVP は平山仁さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしかった。正解くんね、はい、一番体張ってましたよ。まあ俺も体張って、あの性病の話しましたけど。でも仁も自分のね、はい、あの走路の話してるから、はい、まさかの静かにっていう。で本来ね、滑った方に罰ゲーム用意してたんですけど、はい、まあ、正直本当に滑らなかったと思ってるんですよ。罰ゲームなんだ。なんで、まあでもちょっと罰ゲーム用意してるんで、これはもうサイコロで初めて出た方に、一番ドキドキするやつや、最後にもうあの、30秒ビリビリ。えうわー、うわー、いや、それなんだよ俺。ブービーショー。ブービーショー。いや、どうなる。いきます。はい、うわー、これ何だ。これは自ら俺が行きますよ、確か。そうですね、まあ、もしあのもう最後までやっぱり。でも一人滑ってる人実はいるんですよ。誰ですか。 DJ ずっと滑ってなかった。それは滑ってた。それはもう責任だった。もうだって一秒だなっていう。もう今言ってること忘れてたもん。流してましたよ。まあじゃあ星ということで DJ でいいですか。そうですね。 DJ 原で。 DJ 原で。 DJ 原で。 ちょっと貼っていただいていいですか。じゃああのコーチさん、あのお前でもこんなんしてもどうなの。なんでこれあれですやん。僕がですか。これ最近、最近多分痛いっすよ。最近俺が話してたやつですやん。隣のおっさんが隣のおっさんが。確かに。これ何秒ですか。30秒数えます。結構きついっすよ、30秒。お前、まさにこれやん。おー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 、来てる。あ、来ます。すごい。やって、やってますか。まあ、再現しましょうか。じゃあ、じゃあ、いいよ、来て。はい、来て。さっき最初の話の全然高校入ってます。ちょ、いくで、俺やんで。いくで。来てる。全然来い。来てない。全然来いよ、これ。え、相当お前悪いな。え、こんな怖いもんの。これは2やで、もう2。全然全然お前悪い。もうこれ、もう一回言ったことあるわ。ええで、これ。いくで、次、これもうこれ、4やで。4はどうって言ったんだよ。4や、4、はい、どう。全然アジ、お前相当悪いわ。お前、もうこれどう。これもうマックスやで。マックスやで。ああいや、もう良かったんで、はい、今日は皆さん第1回の田中の滑らない話、はい、いや、ありがとうございます。
本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。このシリーズ第2回も絶ありそうですね。いやもう2回3回やっていきたいですね、どんどん。はい、ちょっとまたお二人も出ていただいてもいいですか。ぜひお願いします。貯めときます。お願いします。まああのジン君はもう今チャンピオンなんでこのまま防衛してもらうためにね。そうですね。はい、ちょっとまた呼んでください。ありがとうございます。ということで今日は皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。